クラウディア・ハイルはオーストリア・ウィーン出身の女子柔道家である。彼女は2004年アテネオリンピック柔道女子6 3ラム級で銀メダルを獲得した。女子6 3キロ級の選手として活躍したハイルはオリンピックに連続2回出場している。初出場のアテネオリンピックでは決勝まで勝ち進んだものの日本代表の谷本歩に敗れ。 銀メダルを獲得する結果になった。続く2008年の北京オリンピックでは5位という結果に終わり、次の年に現役から退いている。引退後はジュニア柔道家たちの育成に携わっていたが、2011年3月31日にウィーン市内で建物の6階から転落死した。当初は自殺と報じられていたが、 死の原因については自殺か自己死なのか判明していない。柔道アットザ2004ラナサマーゲームズ、ウィメンズハーフミドルウェイト2011年5月15日、閲覧。柔道アットザ2008ペキンサマーゲームズ、ウィメンズハーフミドルウェイト2011年5月15日、閲覧。 アテネ五輪柔道の銀メダリストが飛び降り自殺。スポニチアネックス柔道2011年4月1日0時26分2011年5月15日。閲覧。フォーマーオリンピック柔道シルバーメダリストカミッツ。スーサイドイン。オーストリアパブリッシュドマーチ31。2011。アソシエーテッドプレス2011年5月15日。閲覧。マリア・ジャレンコ。柔道スター。 SOIN AND HOLE ARCHIVE 2011年4月4日、ベイバックマシン2011年5月15日閲覧。ありがとうございます。